あ、ただいまマイクのテスト中。はい。1時半から開始します。もうしばらくお待ちください。じゃあ、1時半を回りました。テント裁判の、集会、始めていきたいと思います。音声の方すいません、ちょうどよろしいでしょうか。それではですね、連日、雨、昨日も、冷たい中ですね、皆さん多分、連日、国会正門周辺に、本当にお疲れだと思いますけれども、今日はこちらの方お集まりいただきましてありがとうございました。まさに、今、今日午後からもですね、問責決議、安倍政権に対しての問責決議が、行われ、国会の中でもそして周辺でも、多くの人たちが、必死に、戦っています。誰がどう考えても、明らかに、憲法違反である、そして強行採決であっておかしい、そういうことが明らかにもかかわらず、安倍政権は、権力に、そして、無理やりにですね、押し通していこうとする、それに対して今本当に今、少しずつでもですね、私たち小さな力で、だけれども、できるだけ、精一杯戦っていくという戦いが、こちらでも、そして、このテントでもですね、まさに安倍政権が、発足してから、早速、テントに対して、スラップ訴訟、全く不当なスラップ訴訟が起こされました。それに対して、今日いよいよ、最終弁論という形で、5名の方、これから、裁判の、向かってですね、発言をしていただく方は、に、詳細を語っていただきますけれども、1日の流れだけちょっと最初にご説明します。今日は、2時半、までには、傍聴券抽選に多分今日もなると思いますので、抽選を、取って、そして、中に入る形になります。そして万が一ですね、抽選券が、抽選で、漏れた方、に関しては、もし、自分はもう何回も入ってるから、遠くから来てる人、あるいは初めて、来てくださった方に優先するよという方、もしよろしかったら、こちらの方に、声をかけてください。そして、それでですね、落選に漏れた方、今日は本当に前回前々回と違って、短いです。1時間ほどですね、5人の方が本当に最後の、渾身のスピーチをされます。ぜひ皆さんと一緒に見守りたいと思いますけれども、その間ですね、参議院会館、の、方で、DVD の上映会がありますので、もし、ちょっとね、疲れてしまった衆議院ですね、衆議院の、第一1階のですね、第一、会議室ですね、の方で、上映会の方もしますので、自分は、報告会までちょっと、少し一休みをしたいと、あるいは上映会を見てみたいという方はそちらの方に、よろしくお願いします。そして、報告会が、5時から、という形になりますので、裁判、終わられた方、ぜひとも、今日いろいろね、今、もちろん戦争法案の方も戦っておりますし、多分、夕方夜まで、今野党が必死に、頑張っていると思います。そういうところでね、私たちも気持ちを同じくしながら、戦っていきたいと思いますけれども、ぜひ報告集会の方もよろしくお願いいたします。それではですね、今日5人の方、スピーチされます。まずはですね、被告とされてしまった、方2名、じゃあまず淵上さんからよろしくお願いします。皆さんこんにちは。お忙しいところありがとうございます。向こうの方では安保法制をめぐって
ってみれば最後の決戦が行われつつある、そんな状態でありますけれども、私どもでまたここで、テント裁判をめぐる決心の日を迎えているわけであります。で、テントができてからすでに4年、そして裁判が始まって2年半という時間が経過をしているわけですけれども、そもそもこの裁判というのは言ってみれば我が国の原子力政策、そして2011年の東電の福井市における大事故、この問題がなければそもそもテントが立っている理由もないし、私どもがバタバタ大騒ぎを起こすこともなかった、そういうものであります。にもかかわらずこのテントの裁判において国側ないしは原告側は我が国の原子力政策の問題について一言も触れたことがない、非常に不思議な状態であります。しかも東京地裁の第1審の判決においては全く原告側の言う同じ角度から同じ立場を踏襲をして、この90平米めぐる程度の土地をめぐってこの所有権管理権をめぐって我々に対する極めて不当な判決を下したわけであります。直ちに私どもは控訴をいたしまして、今日3回目の口頭弁論ということでありますけれども、本日のこの口頭弁論が最後の、弁論になる、我々の最後の陳述になるということを踏まえて、一生懸命今までいろいろ申し上げてまいりましたけれども、私としてはこの最後の場面においてどうして東京地裁なりあるいは原告なりが原発問題について一言も触れないのかということについて最後の追及を行いたいというふうに私は思っているところであります。どうぞそれがうまくいくかどうか皆さんと共に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ続いて正久さん。お忙しいところどうもありがとうございます。正久です。私はもう余計なことは言いませんが、ただ一言だけ申し上げておきたいことは、とにかくいろんな要求いろんな話はありますけれども、どう考えても原発はもうやめなくちゃしょうがないんです。これはもうはっきりしています。なぜかというと今の政府の原発の廃棄物は一切どこにでも処理ができてない、こういう状況をこのまま続けていこうかというのはどう考えてもおかしな話であります。私はそういう意味では原発問題は最後まで戦うと言って、最後まで戦うことによって、とにかく今表に出てないんですけれども、農水省やあるいは外務省や財務省や経産省やそういう人社会そういう会社そういう組織の中で頑張っている方々が決して私たちのテントをやめろとは言わない、むしろ頑張れと言われているということをまずはっきりと申し上げて、最後お言葉にしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それ続いて、第一テント、からですね、皆さんお願いします。どうも皆さん、こんにちは。私は、今3番目に指名されましたけれども、今日の法廷で、一応この高裁の控訴人、つまり控訴するということで、その中から各テントの、責任者というか一応一人ずつと
というようなことで、まあ、陳述をすることになりました。でこの件に関してですけども、まあ、私がこの裁判で一番、言いたいことを問題にしたかったことは、まず裁判の具体的な問題として、この裁判を成立させる原告と被告が全く間違っていると、間違っているというよりも42人の私を含め人たちが私も被告であるということを申し入れているわけですね。でそのことに関して全く無視する、2人だけ名前だけが明らかになった書類上ということで、いわば被告として限定して、でこの限定するということは被告が少なくなっているという意味じゃなくて、本来ならばこの参加者全体がですね、このテント の、 運動といいますか、運営あるいは維持、それからそれをベースとして活動するということで皆さんが参加している、これは何百何千人にも及びます。まあでもその中でもそういう意思を非常に強固に、まあ、打ち出して被告であるというふうに申請したのは42人、まあ、いたわけですけども、これに関してはいわば単なる補助者であるというようなことで押し通してしまった、まあ、これはこの裁判そのものはいわば欠陥裁判であるというふうに、まあ、考えます。まあ、それから そのことは一応別として、私は今仙台市の方、薩摩仙台仙台原発の地元でテントを張って、これはこれなりにいろんな方が参加して、で特に、鹿児島県から地元薩摩仙台市の方々と共同して一つの運動をこの1年間、まあ、繰り広げてきた、まあ、そういう過程で、まあ、今回ちょっと裁判で、失礼、台風でですね、ちょっとテントが崩壊したそういうことがありましたけれども、まあ、そのことに対しても地元の人たちからかなり高額の還付をいただくとかいうことで、運動自体は決してめげることなく進んでいくという確認をしております。でいずれにしましても、今千上さんが言われましたように、向こうの方では日本のいわば戦後史というか歴史最大の曲がり角である、いわば戦争法案と言われる安保法案が、民主主義とは全く言えないクーデーターのような形で強行採決をやろうとしている。今日がまさにその日です。最終的に今日それをやる、でここで戦う、あるいは向こうで戦う、行ったり来たりするということは当然皆さんあると思いますし、まあ、それはそれでいい。まあ私も仙台からこちらへ来まして、大変たくさんの特に若い人たちが立ち上がっている。私は60年安保の時の一応の、まあ、大学生の端くれでしたから経験者ですけれども、その当時の若い人の立ち上がり方と現在の立ち上がり方、特にインタビューを軒並みに答える人たちは、これからだと、今ようやく踏み切って立ってきたという圧倒的に新鮮な人たちが多い。まあ、このことを考えると、私たちの運動あるいは未来はですね、ある意味で非常に明るい、これから始まる。でそういう人たちがこういうようないわば民主主義破壊の議員たちを片っ端から落とそうというようなことが合言葉になりつつあると思います。これは非常にリアリティのある話である。これからやっぱり、まあ、我々老年世代もそういう若い人たちと共同して叩き落としていくというのも一つの方法で、これはそういう意味で言えば原発にしても、それから戦争法制にしても、これからである、これからという言葉がリアリティがあるというふうにやっぱり考えれば、この裁判もまあ一つどういう形で進行するか別として、今のような安倍政権のまさに民主主義を破壊する、まさにいわば日本が戦争に入っていった時代、それから皆さん当然ご存知と思いますけれども、今日9月18日はいわゆる中国の満州、当時は満州と言っておりましたが、その満州を建国するために実際上日本の関東軍軍隊がですね、中国で戦争をぶちめた日です。いわゆる龍城湖事件っていうふうに言いましたけども、そこから中国侵略が実際始まっていった。でそのことを考えると、
この9月18日、今日は非常に歴史的な日である。まあ、そういうことを胸に置いて、ぜひこれから頑張っていきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、第2テスト、第3テストの方が今遅れてます。そこでですね、今、元、皆様ご存知だと思います。双葉町長であり、そして脱原発、市長、市長ですね、自治体の長の人たちに広く呼びかけ、そして私たち、一般の市民にも、広く呼びかけ、活動されてきています、江戸川さんに、今日は駆けつけていただきました。ぜひ一言よろしくお願いします。皆さんこんにちは。このように多くの方がですね、裁判をしなければならない、これはですねとんでもないことなんですよ。そして国民を被告にした経済産業省、あなた方は私たちに何をしたんですか、何をしてしまったんですか。私の前で何て言ってました、事故前、絶対事故を起こさないから心配しなくていい、放射能は出さない、事故を起こさない、安全だから大丈夫だって何回も言ったじゃないですか。そのあなた方がこのような善良な国民を裁判にかける資格ありますか。資格はない、原告になる資格はありえません。もし原告の資格があるとすれば、それはあなた方経済産業省が私たちをこのような思いをさせたことについてどう思ってるんでしょうか。全く反省の余地もない、反省のかけらもないからこんなことやってしまった。私たちは逆に今放射能に占領されているんですよ、多くの面積が。それをあなた方はどうしてくれるんですか。まさか私が弁償しろって言ったらしませんというわけにいかないでしょう。こういうことやっておいて、全く放射能に関係ない人たちが原発事故を思って、そして何とかしろって頑張ってくれた方たち、非常に国民を守ろうとしてくれたこの方たちに対して裁判を起こしたということ、公務員に与えられた仕事をしっかりやってたら原発の事故起きなかったんですよ。原子力安全保安院が私の前に来て何言ってました、どういう報告してました。ちゃんと記録はあるんですよ。安全保安院が私の前で報告した報告文書、それを持って私にくればいいなと思ってますよ。逆でしょう、立場は。多くの国民にこの原発事故で負担をさせ、悲しませ、そして放射能をかぶせさせておいて、その国民の皆さんに向かって裁判を起こすということは、全く法を守ってない、公務員法を守ってません。公務員の公平、公正、中立を守ってれば、事故が起きなかったんですよ。自分の恥を考えなさいよ、自分の足元を見なさいよ。それからですよ、裁判は。この方たちは原告になることはあっても被告になる立場ではありません。皆さん、負けないように大きな声出しましょう。相手よりも何倍も何倍も大きな声を出さないと、このような理不尽なことがされてしまうんですよ。我慢しちゃいけません。むしろ皆さんは、お前たちのやったことはどうなんだと、ちゃんと反省して、そして私たち皆さんに求めているようなことを被害者にあなた方がやったのかと、こう言いましょう、言ってください。よろしくお願いします。頑張りましょう、頑張りましょう。ありがとうございました。続いて、
福島から、やっぱり、福島の、原発いらない福島の女たち、の皆さんも今日も駆けつけていただきました、よろしくお願いします。どうもこんにちは。私は2004年にモニターやった時に、ここの原発は危ないから自家発電を上に上げろとか、メルトダウンメルトするしたらどうするんだとかいろいろ話をしました。その時勝俣はコストがかかるからそんなことはできないと言ってました。コストじゃないだろうって、人間の命がかかってるんですよ。その時私の目の前にいたのはあの吉田所長でした。あの時彼は津波対策課長でした。私は目の前に彼がいて、向かい側に勝俣さんがいましたが、あえて勝俣と言いますが、勝俣は吉田君この人に言ってあげろ、コストがかかるからそんなことできないよと、いい加減にしな。私はここで来たのはモニターであって、あくまでも人の健康、命、体を守るために私はモニターになったのだから、あなたのそのようなことを聞くのは私は憤慨です。そして彼は何言ってんだ、金がかかるんだぞと、バカ言ってんじゃないよと、そうそう、結局はそれから2011年になって津波が来て、津波が来る前に実は地震の時に私が原発の方に向かっていくと、私の教えた子供たちが、先生も原発は地震でめちゃくちゃになったよ、配管は倒れてもう全部ダメだ、この町はこの原発はもうこの日本はもうめちゃくちゃだよ言って、彼は泣きながらその後に一言、ごめん先生、俺友達一人置いてしちゃった、彼は名前は言いませんが二度と戻ってきませんでした。最近私も大熊町で自殺者がありました。その方は検察で働いてたからと、非常に自分がとても悲しくて仕方なかったみたいです。そんなことはない、原発で公然に即であろうと何であろうと、今ひたすら大事原発でひたすら廃炉作業に向けて、本当にこの嵐の中も何も働いています。被爆戦場を叩くなりながら彼らを守らないでどうするの、東京電力の社長たちが一体彼らを守るために来ましたか、全く来てない。私はこのような本当に不法に極まりないこの現状、安倍総理から始め全てにおいて、沖縄もそうですし、私たち庶民になぜこれほどの無謀大変なことを課せて今の自民党政府はいるんでしょうか。私たちの命と健康と安全を守るのは自民党政府であるでしょう。何もしない彼らを私は絶対許しません。だからこの選挙こそ本当に大事な戦いだと思います。本当に淵上さんにもう御礼申し上げます。本当に皆さん今日一日頑張っていきましょう。ありがとうございます。皆さんおはようございます。お忙しいところ本当にご苦労様です。東京の方々は本当にいくつもいくつも毎日毎日やってお疲れのことと思います。さて、戦争裁判が今日最終弁論ということで、もしかして今日で終わりになってしまうかもしれないということで、福島からは、4人の女たちが駆けつけ、それからここで頑張っている福島からの女性も加わって、行き参っております。そもそもあのテントが何であるか、どうしてあそこで頑張り続けているか、毎日本当にあそこで泊まりの当番の方はさぞかし忙しいながらでですね、体力的にも随分大変だったのではないかなといつも
想像しています。あのテントは福島の女たちにとって本当に大切なものでした。これを何回か何回も話しておりますけども、あそこで私たちは、特に福島原発ラーメン福島の女たちは、あそこで、あそこをもとに初めての東京でのアクションを大成功のもとに収めることができました。もちろんそれは東京で頑張っている方々の温かいご支援のあったおかげです。それはもちろんのことです。そして何回も何回もあそこで、あそこを拠点にと言ってもいいと思います。いろんなところで省庁の交渉、さまざまなことをやってきました。まさに私たち福島にとってだけではなくて、あそこの経産省の喉元、鎌田さんは喉元に突き刺さった骨だとおっしゃいましたけれども、まさにその通りだと思っています。それを抜きたいがために裁判を起こした、私たちは本当に真正面からこれと戦い続けてきたと思っています。何回も何回も原発をいらないということをあちこちでいろんな形で発言して行動してまいりました。もしかしてここでのテントが撤収されるというようなことがあっても、その思いはますます強くなるばかりです。テントは何でテントか、これは簡単に動かせるからなんです。あちこちにテントを作っていきましょう。すでに伊方、それから鹿児島仙台ではテントが建てられました。そこを拠点にいろんな活動が展開されています。この間の台風では壊滅状態で、本当に現地におられた方々は本当にご苦労様でした。その前の、大きな集会では本当に暑い中でですね、真っ黒に日焼けされて、本当に 120% の仕事をされて来ている現地のスタッフには本当に頭が下がる思いです。私たちはテントはどこでも建てられる、ここではもうではない、もっとやりたいんだけど、もっともっとやりたい、ここを拠点にいろんなことをもっとやりたい、だけど東京はもっと広いし、全国にももっといっぱいある。原発反対の門はますます大きく喋らなくちゃいけないと福島からは思っているわけです。福島の状況を皆さん、東京新聞を毎日読まれている方は 私よりも情報をたくさん持っておられると思います。福島はひどい状況です。帰れ帰れと言っている、なんていうことだろう、この国は。私は戦争法案にも絶対反対、昨日から来て土砂降りの中を皆さん本当にたくさん長谷さんじられて、いやこの国のやはり人々っていうか市民もなかなかやるじゃないのかと、なんかそんな言い方は失礼でしょうけれども思いました。法案は今日の本会議で通ってしまうかもしれない、だけどそれが終わりではない。私たちの行動はさらに柔軟に強くあちこちで展開されてくだろうと、本当にそう確信を持っています。若い人たちがいっぱい出てくるようになった、本当に嬉しい。今日こんな話を聞きました。辺野古でも頑張っている、でも辺野古にもしかして地が作られたら、そして戦争法案で自衛隊が海外に行くようになってしまったら、全部つながっていると。原発がなくなっても止まったとしても、戦争法案で自分たちの
命が危険にさらえるかもしれない、全部つながってる、だから一緒にやりたいと、そういう声を聞きました。まさにその通りです。いろんな体は一つしかないから、いっぺんにいろんなところに行くことはできないけれども、思いは本当にみんな一緒だと思います。今日、福島からも東京に行きたいと言っても、なかなか福島でもまたいろんなことがあります。いろんなやることがありまして、なかなか一緒には来れない。ほとんど一緒には来れない。だけど思いは一緒です。東京で昨日雨の中を、大雨の中をあれだけたくさんの人が集まったということをいろんな形で私もその時に来れたものが伝わって伝えていきたいと思っています。皆さん共にますます頑張りましょう。ありがとう。皆さん今日本当ご苦労様です。双葉町から来て今港区にいますけど、もう5年目に入りました。でも何も良くないです。悪いことばっかりです。裁判でも私も2回佐賀訴えましたけど全然つながらないです。皆さん思いませんか。天と言えば何も悪いことしないんですよ。それ撤去するんだったらどうして福島第一原発本社も全部撤去しないんでしょうか。それが一番悔しいです。それで昨日16日双葉に帰ってきました。お墓参りに行ってきました。除染してるとこもありました。でも自分の家に見たとき周りはそっくりしてるけど雨漏りで屋根裏がここにも下がってました。安倍殺してやるよ。お願いします、殺してください。本当もう家はめちゃくちゃです。そして皆さんこの前の台風の時新潟村から除染した袋394個流れました。知ってますか。それで押収したの240何個だったけど中はもう流れて空っぽなんですよ。こんなずさんなんですよ。その中でその袋を作業員が探しに行った人が今5人くらい行方不明なんです。こんなひどいことやっていいんでしょうか。そんなことは東電の社員にやらせてくださいよ。私たちはやる必要ないと思いませんか。こんなひどい国です。そして安倍国会も私はもう当てにならないですから、私は皆さんと共にこれからも頑張っていきます。絶対に天と広場を撤去させないように皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。こんにちは、森山から来ました橋本と申します。私は第1回目にはテント裁判には来れなかったんですけども、2回目からはもう通算ちょっと数えきれないほど来てました。でもここ2、3回はちょっとまたいろいろ用事あって来れなかったんですけども、本当全て本当この安倍政治を許さない、安倍政治からこういろいろ本当にこうごたごたっていう感じで、ごたごたってちょっと人がこうもつれて本当にほどけない状態になってる世の中になってると思います。特に日本は本当世界から見ても笑い物になってるっていうのは重々皆さんも分かると思います。それでこのテント裁判の私がこう長く携わってる中で初めての方もいますし、こう毎回合わせる人たちにこう本当に支えられてるなって本当ありがたく思ってます。私の中ではやはり今日ここに着いた時に雨降ってたんです。郡山はちょっと曇りだったんですけども、それでテントがあったから本当に傘をも貸していただいて、ちょっと10時からちょっと12時ちょっと過ぎまで国会前で雨やめろって叫んできたんですけども、本当にこうテントがなかったらそういう傘を借りるというのもできないし、やはり私たちがこう必然的に必要としているものは壊すっていうこと自体がおかしいと思うんです。さっき江戸川さんも言われてましたけども、私たちをこう訴えるっていう国の方がおかしいと思うのは重々分かっていますし、だから本当に私たちがこう何としてもこう貸し取らねばならないっていうふうに私は思うんです。それをどのようにするかっていうことでこの後に及んで、ちょっともうそろそろ引っ込めた方がいいんじゃないかとか、やばくなってるぞみたいなふうにはなってるんですけども、
やはり私はそれもこう蹴っ掘りながらこう安倍政治からこう奪い取りたいっていう気持ちはあります。やはり何としてもこの選挙を守りたいって守り抜きたいっていう気持ちでいっぱいです。今日最終弁論ってなりますけども、これをまた何かしらの形でつなげていければいいなと思いました。すいません、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。福島から参りました古川と言います。選挙が喉元に刺さったトゲだというならば、自分たちだけトゲを抜こうなんて、なんて甘いことでしょう。福島には体全身にトゲが刺さったまま苦しんでいる人がまだまだたくさんいます。仮設住宅の中にまだまだ老人がいるんです。そしてその人たちはもう力尽きてしまいそうになっています。そうです。そんな喉元に刺さったトゲごとき、これが解決するまで我慢していただかないと困ります。それが福島の人たちの気持ちだと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に、福島の、こういう、本当に厳しい状況ですね。辛い状況、大変な状況を、私たちもそして司法もですね、しっかりと受け止めて、そして経産省、そして安倍政権の横暴、めちゃくちゃを許さない、ことをしっかりと今日、また受けてもらいたいと思います。今ですね、残った今日5人のうち、2人ですね、の方はですね、第2テント第3テントの方は、もう今本当に最後の最悪に向けてですね、打ち合わせに入りましたので、今日事前のちょっとお話一言は、後ほど報告司会の方で、報告させていただきたいということです。ぜひですね、皆さん、本当に今先ほどもお話ありました、民衆とね、本当に私たちの命、そして人権を、本当にないがしろにする、そういう、ことではですね、原発もそして今の違憲法案もまさに同じだと思います。同じ法律、まさに自民党はですね、駐車場もあれは私たちの国有財産、国会の財産ですけれども、不当不法に、無料賃貸してたということ、自民党に対してはそういうことを平然と、黙殺して、そして、目障りなトゲに対しては、莫大な、お金を請求するスラップ投資を起こすと、そういうようなことが、まかり通っちゃいけないということを、ぜひ、裁判所にも、5人の方々が私たちの思いを、渾身の思いでですね、訴えてくれますので、じゃあちょっともう一人福島から、手短いすみません。すみません、私は福島県男子両人町大石あざたゆめの安藤次男です。いつも福島の女の人は非常に頑張って、男は漫画が楽しない。私はこんな格好してるのは、ダーティスの西田首相はダーティマスメニを格好して、ね、ダーティマスの格好をして、それでお前に期待をやって、交差の輪に組んだ布を壊してて、その前から私は、そこは違うけども、妖精の山、養人と見えの山とかあるんで、発見あるけどね、そこは非常に深いところなんです。よく言ったら個人で攻めてください。あとインターネットであるらしいで、インターネットは私は知ってます。私は頭のてっぺんから足のつま先まで何も全て殺さぬ方に押せいかれている。皆そして恥ずかしいこともあるのか、一生バカだから悪徳新聞の民放を配達してるんですよ。で、こういう集会やった時に民放さんに電話かけて、何時の来ないんだ、新聞はやめられるのは当たり前で、若い大学生、私は常に横田川とかいろんなところに大学生に来て新聞見ません。
インターネットで見ます。これが現状、はっきり言ってね、マスコミは全て支配されている。ここで有名な人、ここに来るけども、広瀬隆史、隆史言いますね。あそこに原発マフィア組織で具体的に書いてあるんです。7分になりますけども、非常に福島の女の人は、福島というところは何にしろ保守的なものであって、私は昔は別格官兵さというところあって、今要人になってくるんですね。そういう福島は非常に深い、この福島の中でも郡山が非常に盛んだ。それは開拓、私は化石も何もない、郡山は開拓住民が入っている。そして福島は物言えないんですよ。私は15で東京に来て、私の友人たちがたくさんいるから、テントにも泊まりました。私も、はい、今日も申し訳ございませんでした。共に頑張ろう。ありがとうございました。それでは、まあ、本当にね、最後に一言だけちょっと、今日はですね、まあ、皆さん5人の方が、私たちの本当に思いを込めてですね、語ってくれます。で、いつもですね、少しどうしても私たち気持ちが、まあ、高ぶった時に、まあ、少し、ね、声が出てしまったりとかっていうことありますけれども、ちょっとぜひですね、今日は、静かに、とにかく気持ちをですね、まあ、国会にも、そして裁判官たちにもね、気持ちを送っていただくという形で、できるだけ今日は本当に静かに見守っていただきたいということですので、皆さんよろしくお願いします。それでは最後に、まあ、その言葉だけ、まあ、短くショートコール、して傍聴券の、受け取りに行きたいと思います。テントを潰すな、スラップ許すな、スラップ許すな、安倍政権許すな、違憲を許すな、違憲を許すな、原発反対、原発反対。ありがとうございます。頑張って。
原発再稼働反対の、こちらです。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 原発再
与党が総合採決に向けて、進んでおりますが、いろいろ国会前も煮詰まっているところで、今日はテント裁判の方も煮詰まってきまして、これから報告集会を始めさせていただきたいと思います。報告集会は、司会は毎度おなじみのランキジがやります。よろしくお願いいたします。今日裁判で、今からご発言いただきますが、多くの方がそれぞれの立場からなぜテントに私は参加しているのか、またこういう決意であるというようなことを、述べられて陳述されて非常に良かったですね。今日だから裁判を傍聴された方はその中身が分かってますけども、傍聴できなかった方もいらっしゃると思いますので、今日裁判で陳述をされた順番ということで、5名の方、そして、河合博之弁護士、今はお見えじゃないかと思いますが、河合弁護士のお話も非常に良かったです。感動的な話でした。お忙しい中ちょっと来てまたお借りなのというようなパターンだと思いますが、ぜひ、陳述者の皆さんにも少しずつ短めのお話で全員の方にお話をいただきたいと思います。まず江田忠夫さんから、陳述をいただきましたので、裁判でその中身に触れながらぜひ、お発言をいただきたいと思います。お願いいたします。江田さん、お願いいたします。はい、話した順序ということなんで最初になりますが、あの裁判、一審が何回やりましたですかね。それから二審が 3回目と、一審が10回、まあ、10回のうち、まあ、多分大半参加できたと思う。まあ3回か4回は参加できなかった時があって、まあ、全部が全部私は把握しているわけじゃないんですけども、まああの一審の、まあ私今日の、まああの弁護士さんからは、まあ好きなことを話してくれっていうことで、何を話したらいいかなと。でまあ、 あの非常に詳細な、いわば反原発の運動、あるいは情報、そういうようなことについて、まあ、明確に、ちょっとまとめきる能力もあれもなかったんで、とりあえず言いたいことってあるじゃん、何だよって時にね、これはあの私がそれに関連するのではなくて、やはりあの裁判はあのいわば欠陥裁判で、一審の判決はいわば判決の定を成していない、裁判の手を成していない。でこれは一つは、国経産省自体がいわば督促として出してきた報告書、それはテントの前に、2つの2本の監視カメラをつけて、でそれによって逐一、最初我々に対しては監視カメラって一言も言ってなくて、いわば右翼的な何か連中が来てトラブルを起こして、でそういうようなトラブルに対して警察側がに対してそれなりの報告をしなきゃならない義務があるから、したがってカメラはテント側は撮らない、こういうようなことを言って、まあこれはね、まあ我々もそれをまともに信じたわけじゃないですけど、まあお人よしですから、まあ割とそんなとこかなというところもあったんですけど、とんでもなくて、あれはやっぱり明確に監視カメラでこちらを向けて撮っていた。まあ、それで非常に広角のレンズで両方から撮る、まあ、そういうことで、そこに集まる人たちを、まあ、特定していこうと、まあ、司法者であれ何であれその特定する、そういうことだと思うんです。まあ、そういうようなことで監視カメラとしての、まあ、性格が強いものを、いわば報告書として出してきたね、あの裁判を起こすにあたって、あと1分です、まあ、始まってなかったんだけど
いや余計なことを言ってる暇ないんで、まあそういうようなことでね、要するに原告と被告、原告が国であれば被告が誰か、当然我々の答えは1名2名3名そんなもんじゃないですね。実際上、まあ、42名もちろん私も被告だよっていうふうに出してるわけです。少なくともその人たち、その場合は百数十人かな、そういう陳述書を出した、まあ、これはいろんな意味で、まあ、絞られたとも言いますし、まあ適当な、まあ、数字であるわけですね。だけどその42名のことを全く向こうは無視して、裁判の原告被告として位置づけができない、したがって、占有者と占有補助者というような今度は名前を変えてね、つまり突然身分が占有者から占有補助者になったわけですね。まあ、結局裁判というのはいずれにしても利益というか、まあ一つのそれを権利というか、それをもいわば主張して争うわけですから、じゃあ我々にとって主張は何だ、我々はあそこにいる権利がある、あるいはいて行動し、抗議する、いろんな形であそこを一つの反原発のベースにして考えようということでやったわけですから、そういう権利を補助者になると、まあ言ってみれば権利者がなくなって何が何だか分かんない存在にされる、こんなものは裁判じゃないだろう、まあ、そこがポイントの私は一つだったんですね。まあ、その点に関して、まあ、主として述べて、あと一つはやっぱり憲法の問題との関連です。で、まあ、今日突然思いついて私弁護士さんの一ノ瀬さんや大石さんにちょっと頼んで今日付け加えたんですね。頭のところに何を付け加えたかっていうと、今日は9月18日、まあ9月18日って一体何だ、なんか私もよく覚えてたような覚えてないような、ところがはたと9月18日はものすごい歴史的な日だと。それは満州のいわゆる満州国建国に際して関東軍がですね、いわば暴力に暴力させ、その前に一度張作霖の列車を爆殺したことがありますね。でその後ごちゃごちゃやってて、結局満州を乗っ取るために、いわゆる暴力をしてやって、日本の満鉄、日本が経営している満鉄自身を日本の軍隊関東軍が爆破して、その責任を問うという形で、いわば近くにいた小学寮の息子の小学寮の軍隊、これは国民党の革命軍ですけども、これをもういわばとにかくそういう難癖をつけるというか、要するに口実が必要だけ、このようなことをやって満州を占領していって、満州国を作って、それが拡大して日中戦争に入っていく、まあ、こういういわば流浄湖事件という、こういうものすごい重要な歴史的な日で、考えてみれば今安倍政権がやっていることと同じようなことをやっている。でこういう歴史的な日に我々のこの裁判が今日あるということを、まあ、思いついたというか思い出したというか、それで急遽、まあ、そういうね、本当にそういう意味では今日は歴史的な日だと思うんです。単純に我々の裁判は止まらない、いや今ここのいわば何て言うんですか、安倍政権のあれに対してね、多くの人がもう集まっております。今日は多分非常に重要な時になると思うので、皆さんもこれが終わったら参加されるとかいう方も多いと思うんですけども、まあ、一応そういうことを頭に置いて、まあ、今日の陳述をしたということで、どうも伸びました、すみません。ありがとうございました。続きまして、第2テントからのご発言で寺崎さんにお願いいたします。寺崎です。最初このテント裁判は私たちの反原発とか脱原発の意思を表す場所としてテントを作ったということで、それに対する撤去しろという国からの要請で始まってるんですが、今私この会館に入ってくるときにですね、このバッジをつけて入ってきたんですね。それでここに入るときにいつもなんか字が書いてあると半原発とか書いてあるとうるさいんですよ、入るので。だからわざわざ字の書いてない絵だけのバッジをつけてきたんですけども、それにもかかわらず取れって言った警備員が言って、でしかもそれで5分ぐらい時間を取ってしまいまして、
この程度の表現の自由が許されないところで、あそこの経産省のポケットパークでテントを張ってるんだから、やっぱり国にしてみれば大事なんだなっていうふうにその感を改めて強くしました。それで私はちょ他の皆さんのようにいろいろな活動とかもしていないので、まあそういう活動を したことがないような人も入ってるんだよっていうことが反対に分かるような形でお話ししたいと思って、まあ、私と反原発運動との関わりをちょっと簡単に手短にお話しして、具体的には自分の友達が福島県に住んでて避難しなきゃいけなくなったことと、それから自分が首都圏に住んでて仙台福島原発の電気を使っていたそういう立場にいることから、じゃあ何かでしなきゃいけない したいということで関わり出したんですね。それでいろいろとテント、第二テントっていうのは女性が福島から100人の女性たちが来て経産省の周りで座り込みをした時から始まったの時に作られたテントなので、そのテントを女性たちが中心になって運営しているというところで、私もじゃあ何かやりたいなと思って関わるようになりましたということで、その後のテントのいろいろなテントを通し出会いを通していろいろやってきたことをお話ししました。それで一つだけ最後に言ったことは、やっぱり私たち日本人はまだ舐められてると思うんですよ、政権から。やっぱりなんでメルケルがね、2020年だったあれ、何年だったかな、2022年までにドイツは全部の原発を止めるって言わざるを得なかったか。それはやっぱりドイツの国民の厳しい監視の目があったからだと思うんですね。それで私たちはまだそこまで行ってない、だから舐められて来てるんですよ。だからやっぱりそこまでいけるような力をこれからも持っていかなきゃいけないし、それを持つことがこれからの社会を作るための民主主義の社会を作るための大事な手段だと思いますので、まあ私はたまたまっていうかテントに関わるようになったので、このテントっていう場を通してそれをやっていきたいと思いますけど、ここにいらっしゃる皆さんもそういうふうに思ってらっしゃると思うんですが、それぞれの場で小さいことでもできることをやるっていうことがやっぱり基本じゃないかなっていうことを今日はお話ししました。はい、ありがとうございました。では第3テントのことで、高瀬さんからお願いいたします。高瀬です。どうも今日本題で来ていただいてありがとうございます。僕は弁護士さんから第3テントは独自に運営してるんだってことをしっかりと、あとは好きなこと言ってくれっていう、そこでは第3テントっていうのは僕が所属するのは平和と民主主義の全国交換会っていう団体が、ああいうふうにね、10月27日に立てたので、7人で運営してたんだってことをまず述べてました。私が言いたかったのは2つ。1つは福島の人々が本当にもう途端の苦しみ、今もそうですが、方を浴びてる。これは別に日本国憲法で規定される基本的人権が全て根底から奪われている状況にある、一つ。しかもその対象に責任者が処罰されてない、この正義をね、何と言ったらいいのかと、この対象をきちっと訴えたかったのが一つ。もう一つはですね、憲法の国領と言いましたが、要は例えば25条のその生存権とか、21条の表現の自由とか、16条の請願権とか、13条の幸福追求権っていうのはね、その民衆は国家に対する命令として発するものなんです。国家はそれを厳格に守る義務にある、義務があるのは国家なんですよ。これはなぜかといったらね、これは弁護団に入ってる佐藤昭夫先生がもう意見書に書いてらっしゃいますが、富と権力とね、圧倒的な宣伝力を持ってる、要は資本権力側と力のない
脱原発を受けてる庶民がいて、国民がそういう力のない国民が基本的人権とか表現の自由とかね、国有権を守るためにはそれを犯そうとする圧倒的な権力を持ってる、富を持ってる権力に対してね、それを守れっていうようなことを命令とそれを遵守させる以外に国民権利は守れないんですよ。そんな基本的なことなんですが、この憲法の規定っていうのは権力に対する命令であり、権力はそれを守る義務があり、司法はそれを常にそれ言い続けて守らせなければならない、こういう関係にあるんだということを、まあ憲法の議論だったら当然なことなのか分かりませんが、これ僕は改めて強く言いたかったということです。以上です。で、もう一つ、それでテントはですね、もう今後戦います。それでもう入り口見たら分かるように、ひらひらのですね、入り口からですね、立派な大邸宅の入り口のような立派な塔がつきました。これが作ってだったんですが、秋とか冬仕様のテントになってますので、またテントに来てください。以上です。共に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ではこの裁判で国から訴えられています当該は正清さんから。お忙しいところありがとうございます。本当に短く簡単に私言ったんですけれども、そのポイントはですね、とにかくテントはいろんな人たちが参加をしていると、で一人ではないんだということが一つ、それからそれと同じように、私も77歳ですけれども、しかしもっと年配の人もいれば若い人もいると、で若い人たちが中心でこの運動は進められてんだということを訴えました。それからもう一つは結局彼ら、つまり経済産業省はいわゆる自分たちがやった救済を放課後利用して、そしてそのためにこの裁判をやってるんだということを訴えました。したがって当然のことながら、私たちとしてはこの経済産業省はテント広場と言ってますけれども、実際上はポケットパークとして自由にみんなが集まれる場所を我々が使っているわけですけれども、その場所を彼らが金を出せというつまらない要求をしているということを、おかしいということを言ったんです。でその後は、簡単な話ですけれども、いろんな人たちが、つまり国民の多くの人たちが、世界中の人たちも含めて、日本がどうするんだということを非常に心配しているんだということを訴えました。あとは、特別も言うべきことはほとんどありませんけれども、あと裁判官に、とにかくそういう意味で、頑張ってほしいと、私たちのつまり、何が大事かと、原発が大事なのか、それとも経済産業省の用地を使っていることがけしからんという、それだけの理由で、他の問題を全く論議してないということについて、訴えました。簡単ですけども以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では次、渕上さんお願いいたします。渕上でございます。河合弁護士がですね、8分遅れて始まったのでっていうふうに冒頭発言が始まったわけですね。でその時まで私気がつかなかったんですけども、結構時間が押してるなという、そういうことでですね、私の持ち時間は5分ないよなと思いながらお話を申し上げたわけです。一つだけ申し上げたことは、これは私本当に気に食わないと思ってるんですけども、今までの裁判の中でですね、陳述書もそうですけど、先方のいろんな準備書面等々もそうなんですが、訴状もそうですけれども、原発問題に一切主体的に触れていないわけですね。で私でもその原発問題だからこそやってるわけであって、これに触れない、全く触れないで
2年半も過ごしてきたわけですから、厚かましいといえば厚かましい、ずずしいといえばずずしい、厚顔無恥といえばまさにその通りであって、そういうことについてどうしても最後に一言だけでもね、申し上げておきたかったという点が、まあ、第一の、 問題であります。もともとこの裁判、最初の、 地裁の、第1回報道弁論の中で、私自身が、あの事故が起きなければテントはなかったんですよっていう話を申し上げておりますけれども、その基調は今日に至っても全く同じことではないのかなというふうに私は思っています。真正面から原発問題を論じなければならない。そうしなければあのテントの意味と、それからテントを占有してるとかしてないとかって言われている人たちの立場がない。ただあそこに都合よくそこで生活してるってわけじゃないわけでありまして、そういう問題をすっきりどうしてもさせておきたいということで最後に一言申し上げたという次第であります。今までいろんなことを、まあ、言ってきましたけれども、まあ、これで決心ということでありまして、いつ判決が出るのか分かりませんが、まあ近いうちに、まあ、出るんだと思いますけれども、それはそれでまた別の問題として受け止めながらですね、引き続き戦っていきたいというふうに思っているところです。どうぞ皆さんのご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではあと少しの時間なんですけど、ここで乾杯要請を、毎度で教習ですがさせていただきたいと思います。馬場さんから担当は。皆さんこんにちは。大テントで活動しています馬場と申します。いつもながら、大変恐縮なお願いです。乾杯の時間です。はい、両側と真ん中から回りますので、ぜひ皆さんに乾杯をお願いいたします。今日はこれからまた大事な時期時で、国会前もしくは官邸前に行かれる方も多いと思います。ですので、その忙しい時間を少しでも短縮するために今その時間を設けたいと思いますので、官邸担当する方前の方に来ていただいて、皆さんのご協力をお願いする次第です。よろしくお願いします。皆さんそれぞれいろんな事情でね、毎日のような活動されてていろいろ大変だと思いますが、ぜひこの裁判もこれから判決に向かうというような大きな指示を受けますので、よろしくお願いいたします。それで指示次第としましては、弁護団長の川合さんにご案内いただきたいと思ったので、ちょっとここに暮らしているようなので、大口弁護士さんの方から今日の、裁判の報告とこれから の判決の時期なりに関することで少しお話をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。弁護団の大口です。簡単にご報告いたしたいと思います。本日の控訴審の第3回報道弁論、今日で決心と、事実上このテントを巡る裁判についてはですね、今日が最後であるという非常に重要であり、かついろいろな感慨も覚える日であったわけであります。基本的には本日の裁判は非常に成功したというふうに代理人としては考えております。本日の非常に大切な最終弁論をどのように持つのかということについてはいろんな考え方があったわけですけれども、基本的に私たちとしてはですね、このテントを4年間にわたって支えてきた皆さんの生の声ができるだけリアルにですね、裁判所に直接に伝わるという機会を実現しなければいけない。でまたその機会を通じてですね、このテントというものが正木さんと藤山さん2人だけやってるんだと、あとはもうわけのわからない連中がやってるんだという甚だしい欺瞞、拒否というものを打ち破るためにですね、この3つのテントがどういう経過で設けられている、またどういう方がどういう活動をしているのかということをですね、改めてしっかりと裁判官に訴えようと
そういう機会としてですね、本日の裁判を活用しようというふうに考えました。そういうものとして、テント3基のテントから1人ずつ、その最も中心的に活動をしておられるのうちのお一人である方々に出ていただいてですね、テント設置の経過あるいは日常の活動の状況というものを発言していただいたわけであります。大体、まあ、私も刑事事件で冤罪の経験があるんですけれども、大体彼らのやり口というのはもう決まってるわけなんですね。誰か一番悪いやつがいると、そこからこうピラミッド状にですね、その次がこういうふうになって、こう悪いやつがいるからこういうことが起きるんだと、だからその悪いやつに全部責任をかぶせて、とにかく一網打尽にしてしまえばいいんだというのが非常にイデオロギッシュな権力の発想でありまして、これはもうどの事件でも変わりはないんですね。刑事の冤罪なんかはもう典型的でありますし、彼らはだから本当に真犯人かどうかということが大事なのではなくて、その要するにこの事件を悪いやつだということをとっちめてですね、場合によれば死刑までしてですね、それで解決したと、これで終わったということにすることに意味があるというのが彼らの基本的な発想であり、やり方であり、政策であると、手法であると、本件も全く構造的にはそれは同じなんですね。正木を藤上という悪いやつがいるんだと、こいつが上部にあって後の人間を引き込むからこういうことになってるんだ云々という、そういう虚偽の構造をでっち上げまして、それに沿った裁判を、これはまあ民事裁判でありますが、やってみているということなんです。そこではここの一人一人の人たちの生きている意味とか主体性、自発性、存在性、個性というものは全くことさらに無視されてですね、それがないものとして扱われるという、そういう虚偽の構造というものが押し付けられてきているわけなんです。これは考えてみますと、原発問題も、そうですよね。まあ、福島の最も苦しんでいる方々がなかなかその被害の声を上げることが社会的にできないという、非常におかしいな社会的な圧力がかかっているという、その中において、全ての被害というものがないもの として扱われてですね、安倍とかそういう連中が好き勝手なことをやろうとしている、こういう構造ですよね。まさにそこにおいてテントはどっこい俺がいるんだぞと、私がいるんだと、この被害どうしてくれるんだという、そういう存在そのものを突きつけた、現れたと、それを証明したというものとして、このテントというものは意味があったと思います。そういう意味ではこの裁判は直接的にはそういう経産省によるでっち上げを粉砕する戦いでありますが、その基本的な構造においてですね、我々主権者の存在性を示すという、また福島の方々がそのこれだけの苦しみにあってるんだ、どうする、どうしてくれるんだと、責任を、お前責任を取れという、そういうことをですね、権力に対して突きつけていく、そういう裁判としてあったと思います。まあ、一審ではああいうひどい結果になってきたわけでありますが、控訴審ではですね、一審に比べればはるかにいい裁判として展開できたと思います。しかしながら、じゃあそれで十分かといえば決してそうではないと、これからどういう判決が出るのかということについてですね、我々はそんなに楽観はできないという、この立場をしっかりと見つめてですね、今後これからのやり闘争というものを進めていきたいというふうに思います。裁判の進行としましては、本日裁判長は判決期日を指定 しませんでした。追ってして、しますという、こういうことで終わったわけなんですね。まあ、こういうことは、まあ、特に大きな裁判ではしばしばあることなんですけれども、まあ、こういうことは少なくとも言えるだろうと。仮にこの東京高裁がですね、
ああ、まあこんなのも決まってると、もう、国有財産とそれの管理権を侵害していると、もうこんなのもうそんな正当事由なんかないと、いうふうに簡単に決めてですね、で損害も、もうこれは、あれだというふうにもう決めてかかっていたならば、判決は非常に簡単ですからね、まあ、既に今日の段階で、まあ、何月何日何日というふうに宣告したであろうというふうに考えられます。その点では、国裁がですね、まあ、いろんな点をもう少し、いろいろ検討してみようという、そういう姿勢の表れとしてですね、この判決期日は持ってしてしまう、制定しますというふうにやったんだというふうに私は判断しております。ただまあだからといってですね、いやどうぞテントは使ってくださいと、そんな損害はもうありませんということで、原判決を破棄、我々大勝利という判決が、まあ、必ず出るという、まあ、そういうことは、まあ、必ずも、まあ、全く言えないわけなんですけれども、少なくともああもうこんなの決まってるとダメダメっていう、そういうことではないという点においてですね、我々の可能性というものはやはりあるんだと、そういう結果なんだということをが今日の裁判の終わり方に現れたというふうに思います。すでにもう1500日近いということで、非常に大変なことであって、大きな意義を持っている問題であると思います。この間いろんな情勢が現れておりますよね。福島の子どもたちの甲状腺がんの発生がついに137人に達したと、また白血病の発症も報告されているという、まあ、中で、奈良浜町をはじめとして、基幹共生というものが権力的に進められているという、まあ、こういう情勢の中で我々は戦っていくわけですけれども、反面あの憎き IAEA、もう全く原発推進のあの国際機関でありますが、その機関の報告書ですらですね、日本は安全神話に、それに、安心してですね、その結果こういう過酷事故を起こしたんだという報告書をまとめたということが報告されております。またこの東電3名の刑事事件というものもほどなく始まります。そういう意味では我々は今日の法廷で河合弁護士が言われたように一喜一憂はしないと、本質を見つめてですね、我々のやるべきこと、できることを着実にやるのであるという、そのことをですね、私たちは肝に銘じてですね、さらに今後の検討の闘争というものを進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこの間、3.11 以降、この説で、テントを建てた後、いろいろ長いご縁をいただきました福島から何名かの方がお見えですので、福島の現状を含めてお話しいただきたいと思います。じゃあ、福島の方、まず、いつもテントで、ね、おなじみの亀谷さん、はい、皆さんこんばんは。もう東京来て5年過ぎました。私ね、ま、間違ってるかも分かんないけど、いつも台風とか大雨の時一番心配な福島第一原発なんですよ。朝日テレビ、テレビとか新聞何も報告しないんで、この前犬一家に電話しました。そしたら上からの命令がないからそういうことは流すことはできませんって言われました。皆さんそう思いますか？どんなになるか一番心配なんですよ、第一原発が。そして16日お墓参り行きました。波行く束オールド回ってきたけど、鳥一匹いないです、トンボもいないです、虫もいっぱいいないんです。虫がいたらと思って虫よけとかいっぱい持って行ったから何一ついないんですよ。それが一番あと悲しかったのは、自分我が家に行った時、松とか何とかもう枯れてました。そしてうち入っちゃダメだっちゃうけど、ちょっと足入れたら雨漏りで天井の屋根がペラペラなってたんですよ。それ見た時は一番悲しかったです。なんでこんな
私ら何にも悪いことしないのに、なぜこんなにと思いました。あと飯舘村で女性した袋390何個流出しましたよね。その中で回収したの130何個ですよ。その中で袋を破れてみんな流れたんですよ。皆さん聞いてますか、それ分かりますか。その中で作業員がその袋を回収するに行って、今現在5名が行方不明です。だからそんなそれやんだったら東電の社員がやればいいじゃないですか。皆さん作業員やる必要ないですよね。東電の社員がやればいいと思ってます。だからあと今私に大テント撤去された私とどうしようもないです。皆さん最後の最後までとりあえずテント守ってください。私自分でお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました、では弁護団長の河合さんがお見えですので、お忙しい中見えていただいてますので、すみませんが本当に河合さんのお話をいただきたいと思います。お願いいたします。今日は、まあ、何を喋ってもいいとこう法廷で大口さんに言われたんで、まあ対処交渉に立ったという話か、脱原発運動全体の話をしようと思ってああいう話をしたんですけど、仙台原発が再稼働しちゃったからもうダメだとかね、もうがっかりでやる気なくなったとかっていう人も結構いるんだけど、そんなことじゃダメだ。目の前のことに一喜一憂しない。我々はね、正義の戦いやってる、必ず勝つんだ。世界の体制はそうなってんだ。だから絶対目の前のことにね思い詰めない。思い詰めすぎる人が時々いるんだよ。そういうのはねプツンって切れちゃうから、僕みたいにずぶとく勝つまでやるんだから負けない、こういう信念で。それでね、だけどこうやっぱりね、脱原発するにはね、ちゃんとビジョンを持って、ね、戦略をきちんと頭に入れて戦わなきゃダメ。で、脱原発の戦略を僕今から言いますからね。簡単なんですよ。まずね、再稼働を止める。だけど、ね、力関係もあるから、全部は止まらない。だから一気動いたって、そんなのがっかりしちゃダメ。ね、一気動いたら、2期目なんとか止める。なんとか遅らせる、ね、だから再稼働をなんとか止める、だから少しでも遅らせる、少しでも再稼働する機数を減らす、そうやって粘り強く圧力をかけ続ける。そのためには裁判、本裁判、仮処分もあるし、でもそれだけじゃないんですよ。やっぱこういう集会がある、テントで声を発し続ける。今日いいこと言いましたよね。日常的な、恒常的な、公設的な場所が必要なんだって。え、誰が言ったの、渕上さんが言ったのか、江田さんみたいな、あれまさにそうなんだ。やっぱりそこに行けば会える、ね、脱原発の話ができる、情報を発信しているところがあるってことが大事なんだ、ね、でそういういろんなことを使って、そしてデモもやる、選挙の時には脱原発候補を応援して、ね、ただ票投票するだけじゃなくて、いろんな選挙運動をやったけど、ビラ張りやったけど、ね、そういういろんなこと、それから首長に働きかける、いろんなマスコミに文句言う、もう投書する、タブコメの時には応じる、とにかく自分たちがやれることを全部やる、やっぱ総力戦です。総力戦で圧力をかけ続けて、あっちはね気にかけてないふり、気にしないふりしながら気にしてんだから、僕らはもう文句言い続ける。それによって再稼働をなるべく遅らせる、小さくする、そうやって時間を稼ぐ。そして同時並行的に自然エネルギーということについてみんな関心持たなきゃダメなんですよ。ドイツがなんであんな脱原発できたか、自然エネルギーに対する信頼があるからです。原発やめても自然エネルギーでいけるんだっていう信頼をもうドイツ社会が持ってるんです。だからそういう日本にそういう自然エネルギーに対する信頼感をちゃんとみんなで作ればいい。自然エネルギーは安全だ、だからちゃんと実用的だ、で儲かる、労働吸収力がある、こういう認識をみんながちゃんと持つようにして、そしてしかもそれは口で言うだけじゃなくて、ちゃんとそれなりに運動する、自分のところで太陽光を入れるとか、それからみんなで自然エネルギーの浮力、市民浮力を作るとか、いろんな運動をする、そうやって、そして
やっぱりドイツとかそういうところの情報も入れる。でそういう一環として僕はまた映画を作ろうと思っています。今度のね、自然要するにね、僕の映画見たでしょみんな。もう、ね、ダンス現場である人はあれ見たから。で、あの映画見たらね、ダンス現場って分かった。じゃあどうすんの？自然エネルギーしかないでしょ。ということで僕はね、あの日本と原発という映画でね、なんと今まで何回上映されたか分かります？760回上映されてるんですよ、日本全国で。ね、それでもうお金回収しちゃったの。で、あのね、あれ実は3000万かかってるんですよ。もう回収したのが3300万。で、儲かったからってそのお金ありがとうってポケットに戻したらじゃまずいじゃないですか。ね、で、それで自然エネルギーをテントによこせ。自然エネルギーの映画を作る。題はね、日本と原発に習って日本と自然エネルギーで、自然エネルギーの全てを描いた世界の状況から歴史から未来から日本の状況も全部で、あ、そうか、自然エネルギーをこんなに安全で楽しくて労働吸収力があってそして儲かるんだっていうことをね、分からせたいんです。で、分かるんです。僕ドイツ行ってきたら本当にそうなんだ。みんなね、経団連がね、もう絶対原発なんかやめです、自然エネルギーで行くんですって言ってんだから、経団連なんですよ。で、そういうとこまで持ってけ、そのね、原発は危険で儲かんない、自然エネルギーは安全で儲かる、楽しいということが分かったら、特にお金が儲かるって分かったらね、大企業も中企業も小企業もね、なだれ打って行くんですよ。黙ってたって行くんですよ、ね、原発やめろなんてやなくたってね、大企業だともう今やね、やりたくないんですよ。危険だしね、わーわー言われるし、僕らにね、それでしかも事故が起きたらアウトだし、高くつくし、だから自然エネルギーやったら儲かるって分かった途端にね、席を切ったりダーッていく。それをまあ英語で言うとブレイクスルーって言うんですけど、ブレイクスルーをみんなの力で脱原発のドヤルとともに自然エネルギーをいっぱいみんなで広めて、ブレイクスルーの時代を早くみんなの力で引き寄せる。そうするとあとは自動的に脱原発になる。これがですね、僕らの戦略であるべきなんね。で、そういうことを僕は映画で今ね、作って、昨日じゃないの、10日前にね、僕帰ってきたんですけど、デンマークとドイツに行ってきた。で、その自然エネルギーすごいです。もうバーッと見る限りね、風車が並んでる。全体でね、300って並んでるんですよ、ぐるーっと。そういうとこあるんです。だから風力、あの洋上風力もすごいブンブン回ってる。だから太陽光をビーンって敷き詰めたようなのがある。それからドイツもデンマークも福井、エネルギー関係の要人に会ってきまして、もうデンマークやドイツでは原発やろうなんていう人はいないんですよ、ね、原発やろうなんていうやつはあいつは変なやつだ、ね、日本で、ね、原発やろうなんて変なやつだって今でも言うやついるけど全く逆なの、ね、で原発を電力会社でさえね裁判を起こしてるんですよ。でもそれはね、原発をやらせろ、脱原発は違法だっていう裁判じゃないんです。早くやめさせられすぎて、うべかりし利益を失ったから損害を賠償してくださいっていうだけの裁判で、電力会社でさえも原発、脱原発はもう当然のこととして、ただ関心があるのはその損害賠償をちょっとしてもらいたいってことと、その完全に脱原発するまでの過程で例えば電力料金が異常に上がったりね、そういう変なことが起きないように円滑にいくようにはみんなで協力しましょうねとは言うけども、脱原発反対だなんてことない。そういうふうに日本も持っていけばいいんです。そうすれば必ずもう、え、そういえば昔原発なんかやってたんだね誰がやってたんだみたいな時が必ず来る。これはね、歴史的に見ても世界的に見てもそうなる。だからそういう中で僕たちはこういう戦いをしてるんだっていうことを位置づければ目の前に一喜一憂することないじゃないですか。もうそれこそ粛々とっていうとおかしいけど、ね、粘り強くね、もうずっと相手に圧力をかけ続ける。そしてね、脱原発だけやってると苦しいじゃないですかね。だけど自然人間やるっていうと心が明るくなるじゃないですか。そうすると長続きもするんです。こういう戦いを僕たちは続けなきゃいけない。で、
そのためにはそのこのテント広場っていうのはすっごい役に立ってる、ね、で今まで役に立ってきた、これからも役に立つ、ね、で判決出る、だけど判決の、ね、言い渡し期日は追ってしてだからまだ粘れる、もうもっともっと粘る。で、仮執行宣言あの裁判官つけないでくれるといいなと、僕らちょっと同情的に見たなってもあったからね。で仮執行宣言つけられてもまたね補償金積んで補償金積めるかなとにかく執行停止取るか、ね、また別の場所を考えるか、とにかくね発信基地をどっかに作る、ね、そこに行けば仲間に会えるっていう発信基地、常にね脱原発ジェネルギーっていう場所をね、発信し続ける基地を作っておくっていう発想にしましょうよ、ね、だから例えば今度の判決でもね高裁の判決で負けてもね一喜一憂することない、次の手をかけしぶとしなやか、ね、絶対勝つまでやるから負けないんだからね、だからそれで頑張りましょう。でそれであもう一つ今度ね映画の宣伝ねちょっとこれ、あのね、日本と原発といえばおかげでね、760回ぐらい上映で、まだまだあとね、180回予約入ってる、だから合計1000回になっちゃう。でね、だけど、この映画作ってから1年になったら、あのあと何が起きたかというと、4月14日に、高浜原発の解消文、うんね、歴史的な解消文が出たでしょ、それからあと、7月31日には強制起訴が出たじゃないですか。それを入れて、それからあと唯一ね前編でかけてたテロと原発っていう問題があるんですよ。でテロと原発っていうのもものすごい重要な問題なんです。特に北朝鮮が核開発を期待してるから、もし土地狂ってねミサイルを若狭湾の原発に向けて発射して当たったら、へえひどいことになるわけですよ。これもう本当に国家が消滅するしかねない。通常兵器で原発を襲ってもそれは核兵器になっちゃう。自国にのみ向けられた核兵器なんだから、それをそのことを書いてある。だもう一つすごく情報版今度作ったわけですけどね、もうそれにもう一つはね近藤俊介氏のインタビューしたんです。面白いですよ。近藤俊介氏っていうのは原子力村のトップですよ。技術者の科学者のね、僕がねどうせダメだろうと思ったんだけどインタビュー申し込んだんだよね、どうぞ僕はこういう映画作ってますから、それにね反論もあるでしょうから言いたいことを言ってくださいってね、断られるかと思ったらねいいですよって言ってきたんですよ。で僕はねインタビューしてそれも今度の情報版に今度出てます。でその映画は10月10日から渋谷のユーロスペースで3週間ぶっ続けで毎日3回ずつの興行をやります。でこれでいわゆる本当の映画の公開なんですね。でそうなると週刊誌とか映画雑誌とかそういうのにも出るようになる、新聞にも出るようになるんですけど、皆さん今日これビラ持ってきたからこれ一人に一枚ちゃんと渡るように今日持ってきましたから必ず持って帰って映画見て勉強してください、ね、で映画見て、ね、この映画見たらねまた元気つきますから、もう間違いなくよし。でこの映画を見ていただいて、その後来年の5月に日本と自然エネルギーという映画が完成しますから、それも見てみて、そうするとさっき言った脱原発抑え込む火災化を抑え込みながら自然エネルギーやって大爆発を迎えて、それで我々の勝利、ね、そこまで持ってくる、ね、あと5年かかるか、ね、3年かかるか分かんないけど必ず僕らは、ね、勝つ。We shall overcome someday。 ということで絶対頑張ろうねということです。いや、お忙しい中ありがとうございました。皆さんにお手元に後でお配りいたしますので、渋谷のユーロスペース10月10日からのそうですので、ぜひみんなで声かけやってみに行きたいと思います。ありがとうございました。いや、ちょっと中断してすみませんでした。福島の女性の皆さんからご質問をいただきたいと思います。こんにちは。ただいま皆様の寒波から私たちの福島勢の、交通費をいただきました。本当にありがとうございます。皆様のおかげで私たちも動きます。ありがとうございます。
から河合弁護士、いつもの通りの明るい運動の展開を希望を示してくださって、本当に私たちも励まされます。コート弁論3回目ということで、もしかして最後かもしれないんですけど、私も多分毎回出ていまして、裁判とはあまり縁がなかった生活をずっとしていたわけですけど、本当に勉強になっています。報告集会ということで、今日の発言、とにかく豪華メンバーのですね、5人の方々喋られたんですが、そのメモを私してますので、皆さん動画でも裁判の中のことはまあ分からないわけですので、簡単に紹介させていただきたいなと思いました。最初トップバッター江田さん、江田さんから もちろんたくさん喋られたんですけれども、特に私が印象的なところだけご紹介、報告があったりしたいと思ってます。多彩なテント活動ということで、私もいろいろと思い出しながら、ああそうだったよね、そうだったねというようなこともありました。本当に日常の近いところにあるのがテント活動であり、それで それを維持できた、今までずっと維持してきた理由はそこにあったのではないか、そこにもあったのではないかというような発言で、私たち的には福島の怒りというところがそのテントと結びついているわけですけども、その日常的なところでのさまざまなイベント、楽しいイベントということで皆さんが盛り立ててくださって、それが維持につながってきているのだなということを改めて知ったわけです。から2番目、寺崎さん、バリバリの活動家ではなかったと言いますか、の女性一人の発言として、むしろそこの立場からだんだん深入りしていく、深入りと言いますかっていうありさまが分かりまして、だから逆に非常に感動して聞いておりました。民主主義の学校であるということを言われました。だから高瀬さん、熱弁でした、本当に良かったと思います。地方の責任あるいは権力との問題というあたりをとうとうと力説、本当に声を振り絞ってなされたと思います。正木さん、宿営型の表現の自由ということを話されました。これがいわゆる施設裁判で内藤さん の論文ですね、あれに私たちも力強い、だっていうか表現根拠が あるわけです。だから淵上さん、私も実は知らない、よく知らなかったんですけど、ごめんなさい、原発の問題を一言も論じない姿勢があったということですね。そう言われてみればそうです。本当にこの姑息な相手方ですね。私たちは原発があるからあそこで頑張っていろんなことをやってるわけですよ。なのにそのことに触れたくない相手が、まさに向こうはもう逃げの姿勢です。姑息なところにあるわけです。それから最後は映画監督の河合さん、まもなく1000回目になるということですが、いろいろ話されましたけれども、私的にメモしたのはですね、原発事故、福島の巨大なというか悲惨な、これからもさらに続くであろう大きな災害になっている、これからももっといろんなことがさらに分かってくる、その事故と小さな点とどっちが怖いんだということを、ね、話された。本当にその通りだと思います。次、一応終わります。こんにちは、福島から、郡山から来ました橋本と申します。いつも皆さんありがとうございます。本当に原発さえなかったらっていうことでいろんな形で悩み自死している方とかも本当にいる中で、本当に私も本当原発さえなかったら皆さんにも多分お会いしなかったろうし、私なんか東京に来ること自体がもうお祭り騒ぎみたいに、本当3年とか5年に一度ぐらいしか来れなかったのに、なんかこういう集会があるとか、それで今回この年で自分は裁判になって関係なく宮沢賢治の下手な訴訟なんて起こすなみたいなので、自分ではこう裁判だっていうのは本当ほど遠くに感じてたんですね。それがなんかこの
テント裁判っていうのがあるっていうことからと、あと今メーカー訴訟裁判とか、あとまあこあの一番大きいっていうか、あそんな言うと大きいちっちゃいっていうとあれですけど、あの福島国訴団の方でもやっとあの起訴できるっていうことで裁判になりつつあるっていうことで、今度私なんか知らないけど3つの裁判するようになっちゃうのみたいな感じなんですけども、やはり一番私の中ではこのテント裁判って、このテントがもうなんか最近皆さんっていうか、今日ここに来られてる方たちとかはあのいろいろこういろんな形であの携わるっていうか、テント大事だっていうことで守っていきたいっていう気持ちは重々あると思うんです。だから私もあの来れない時もあったけどなるだけっていうことで来てますし、あと東京に来たついでにっていうことであのテントにはちょこっとこんな顔ですけど、ちょっと皆さんお疲れ様ですなんてちょこっとなんか挨拶に回ったりもしてるんですけど、本当に誰かしらはいつも空いててくれて、あの本当にあのこう私的にはこう皆さんがいてくださって本当にありがたいっていう形で、本当あの今日も言ってた経産省のあの訴えをやはりあの私たちはこうひっくり返すっていうことだったら、本当経産省はもう全ての原発をなくすぞっていうことだったら、本当に私たち気持ちよくこう潔くテントはなくされると思うんですね。それで皆さんとこう5年後10年後こう同居会みたいな感じで会えたら嬉しいなって思ってます。本当にいろんな形で本当に支えてくださってありがとうございます。あのあとじゃあ30秒、あの福島のあ原発いらない福島の女たちがあのカレンダーあの2回目出してるんですけど、皆さんお手に取ってご覧になったことはあるでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの今年もなんか大好評なので、あのまた作っている最中です。それであのちょっと控えめに、今年はあの2500部しかありませんので、本当先着順ということで、あの出したいと思います。なんて偉そうに言っちゃいましたけど、あのぜひご協力よろしくお願いします。すいません、ね、あの土神さんとかやっぱりテントの方たちが本当に戦っていらっしゃるのを見て、私も大熊で戦えると思いました。本当大熊は原発が事故があったのに、いまだに今作業員東電も関係ないんですよ。東電職員も普通の一般の作業員もみんな大変なんです。本当に被爆線量を余計高くなったんですね今回ね。でそれをもうそれを超えて超えて、みんな今日も台風が来て今高台に登ったって言うんですけども、あの津波が来るからって、だけど本当に大変な思いをしています。あの福島の新聞には原発のことは全部いつも毎日出てるんですけど、だから私は淵神様すぐ淵神様って言うんですけど、本当にテント様って感じですよね。テント様、あの本当に私に力を与えてくれて本当にありがとうございます。で私も今度町会議員の選挙に出たいなと、で一緒に一緒に戦っていきたいなと思います。あの本当に力を与えてください。ありがとうございました。古川と申します。何をどう話せばいいのかという感じです。あのテントがある意味、私にとってテントがある意味なんですが、2011年に家族がバラバラに避難してしまって、でその家族の事務連絡係が私だったので、よく東京駅有楽町駅で乗り換えをしました。そうした時に、福島はまだあんな状態なのに、私はまだこんな状態なのに、ここの人たちは普通に暮らしてるんだ、電気バンバンついてんだって思いながら、本当に悔しい思いをしてあそこを通りました。で当初忘れない、福島を忘れないってたくさん言っていただいて、だん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 日にちが経って、とっくにあんたたち忘れたでしょうってこのところを思うことが多くて、その時にあの経産省の前にテントが立ってるっていうことは大きな意味があるなっていうふうに私自身は感じています。あの福島は終わっていないという言葉が最近聞かれるかと思うんですけど、終わっていないところではないです。どんどん悪くなっています。そういうことにも目を向けていただくために、あのテントはあそこにやっぱり立っててもらわないと、福島の人たちがみんなで
笑顔で、いやあの時大変だったよねって言えるその日まで、あの店頭はやっぱりあそこに立っててもらわないとと思っています。古川さんでした。ありがとうございました。今日はお忙しい中、あの前双葉町町長の井戸川さんがお見えです。大変なご苦労を何年もなさったと思いますが、井戸川さんお見えですので、せっかくのところをお話しいただきたいと思います。お願いいたします。陳述を聞いてですね、安心しました。本当のことを遠慮なく喋っていただいて、代弁していただいたなということで心強く思いました。まずこの事故はですね、あの経産省が起こしたんですよ。で、起こしておきながら、なんということだ、まず一番先始まったのは情報統制ですね、言論統制すぐやりましたね。あれ東電テレビ会議で出てますけども、それはですね、原子力基本法から言うと知らしめるってことが何言ったって最優先だったんですけど、それを破ってしまっているこの現在は彼らは犯罪者なんですね。だからよくもまあ原告になったもんだなと私は不思議でなりません。嘘の塊ですから、事故を起こすことは私は全く予期してないんじゃなくて、予期しながら彼らに対して日常の、まあ、町の政治をつかさどってきたんですよ。だから必ず事故は起こすなよ、必ず安全保安院なり NHO なり東京電力には町長応接室で必ず喋ってました。そしてその必ずの回答が絶対起こしませんということだったんですから、それもいとも簡単に起こしてしまった。そして事故対策を隠していたと、津波対策を話し合っているのも隠していた。これは私たちが双葉町、大熊町、福島県、そして東京電力と三者協定というのを結んでいるんですよ。結んでいたんですね。それは何でも教えるということになってたんですよ。隠すということになってませんでした。だけどこれ隠した、これも新たな、やっぱりなんか犯罪に近いなと私は思っているんですね。だからそのどうして経産省が皆さんに対して原告になったのか意味がまだ分かりません。だから皆さんにはもっともっと多くのことを知っていただいて、これもあるんじゃないか、あれもあるんじゃないかっていう、そういうことを、まあ、どんどんと負けずにですね、発信をしていただきたいなと、そんなふうに思います。まずは本当の事故を防げなかった責任どうしてくれるんだと、そして国民の皆さんにお金を負担させてるのはどうしてくれるんだと、どうしてくれるんだと、お前たちがしっかりやってればちゃんと監督権限がありながら事故を起こさせないように監督をしっかりやっていれば防げたんじゃないかっていう、そのいわゆる公正に出るべきであって守る側に立っちゃいけないなと思うんですね。守る側に立つ必要はありません。皆さん負担させられてますから。だからどんどんと強く出てください。なんだったら私もそこに同席すると、昔の経産省のあれとはだいぶ仲良く付き合ってましたって言って、今も顔はしっかり覚えてるし、名前も覚えてますし、彼らがどんなこと喋ったもことも覚えてますから嫌がるでしょう。あちこちに、まあ、分散してますけども、あの時こんなこと言ったねっていうこと言われると隠しようがありませんから、だからそういう席には同席すると顔色変わるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。でもう一つ、この裁判に私はね、逆に、まあ、利用させていただきたいというのはですね、国有地に対して彼らがどのぐらいその権限があるのか分かりませんが、国民の国有地に対して損害賠償請求してるんですね、国民に。だからそれが本当にこう裁判になってきたこと自体が不思議ってなりませんけども、私も今度裁判やってます。それは事故を防げなかった責任、そして町民を放射能に被爆させてしまった責任を感じながら耐えられない思いをしてきたということで、まずは放射能にかけられてしまったことをどうしてくれるか、そしてふるさとに帰れなくなってしまったことをどうするんだと。だから今 ADR で言ってる財産とか精神的損害ってそういうものじゃなくて、違う角度から私は裁判を起こしております。そこでどういうふうに利用したいかっていうのは、国が私たちの土地を放射能で使えなくしてるんですね。だから逸失利益に対して
何も行政がですね、我々が売るべき利益を阻害してはいけないんです。公務員法で決まってるんですね。住民の逸失利益を生むようなことはしてならないというふうになってるんですよ。だけど使えないわけですから、なんだお前たちは国はテント村で請求してんじゃないかと。じゃあ逆に私はその使えない期間、何年なのか分かりませんけど、損失計上して請求することも可能だなと。だから判決文は非常にこう皆さんのね、原告の皆さんにはまだまだ頑張ってもらえないといけませんけども、いかなる判決文もらっても私はそれをすると多くの人たち救われるんじゃないかなと、そんなふうに考えています。もうはい、ありがとうございます。でまたこれちょっと遡って話するんですけど、私が現職中に、経産大臣室で枝野経産大臣に反論したことがあります。それは彼が支援するってばっかりをですね、でちょっとまた大臣って言ったんですよ。あなたの省、経済産業省は支援する立場じゃないでしょ、責任を果たすという言葉に書いていただきたいと。今後一切支援するって言葉は使わないでほしいと言ったんですね。その時は私たち双葉郡の首長と、ここに私の右脇に佐藤知事もおりましたけども、誰もそうだって言ってくれない中、一人でね頑張ってきたんですよ。そんなこと言って枝野大臣の支援するっていう言葉を遮りました。だから責任を果たせていないんですよ我々は。もうそういうことでテントはですね、テントはなぜできたかって、経産省がだらしなかったからできたんですよ。ですよね皆さん。だから決して負ける理由はないと思うんですね。裁判で裁判長がどういう理解するか分かりませんが、基本的には経産省がお前たちが事故を防げなかった責任あるじゃないか、そして事故を起こさないということを約束してきたことはあるじゃないかという、それを果たせなかったから必要に迫られてできたんだよ、何が悪いんだ、誰か言い返すことができるやついたんだよ、俺とこに来いっていうようなぐらい強気になって、私はいいと思うんですね。本当にこのオリンピックのためになんかテント大支給撤去させたり、放射能のあるところに住民を帰させようとしてますけど、彼らは加害者ですから、私は彼らの言うことを聞く必要ない、そんなふうに考えています。まず、はい、まず なぜそれを言えるかというと、私は原発の避難訓練を国の避難訓練も県の避難訓練も経験してきてるんですよ。そして避難計画もちゃんと見てきてるんですよ。事故があった時にどうするかっていうこともちゃんと見てきてるし知ってたんですね。で埼玉に町民を連れてきたのは別に訓練の通り素直に行動しただけなんですよ。放射能のないところに住民を放す役割を私は持ってました。だけど福島県が逆に出たんですね。あるいは福島県内のある首長たちが持たないと、パニックになったら私たち自分たちが持たないと、だからパニックを抑えるために数字をね、限界の数値を上げちゃったんですね。1万 3000CPM から10万 CPM に上げて全部セーフにしてしまったんです。大丈夫だ大丈夫だって、これは彼らの作為義務違反、不作為ですね。その犠牲になって多くの県民はもう本当に困ってますね。若い人がどんどん死んでますよ。本当に毎日のように若い人が死んでますね。だけどそれはもう伏せられて放射能の影響でないというふうにされてますけれども、一番、ちょっと話戻りますが、一番その訓練の中で、あるいは避難計画の中で一番大事なことを彼らはやってないんですよ。私にこれやってないって言われながらずっと来たんだけど、ずっと隠したまま無視したまま来てますけども、国と電力と東電と福島県と国の関係機関、そして町村っていうか、とりわけ双葉大熊富岡奈良葉は協議するメンバーだったんです。主要メンバー、この事故を起きたらこの主要メンバーである私たちを排除したまま今日まで来てるんですね。でその
じゃあ一切会議を開いてないんであればいいんですけど、ちゃんと会議をやってきてるんですよ。会議録を開示請求しました。そしたらちゃんと1回からずーっとやってきてるんですよ。欠席裁判なんですね。だから好きなように今来てるんです。私たちは怒られました、住民から何やってんだとか、双葉君一緒になってやれって言って、この声を国県に言っても無視され続けてきてるわけですから、彼らは完璧にそういう義務違反を犯してきてるんですよ。で、区域の見直しとか二重シークレットで帰れとかっていう一方的なことやってますけども、全く違法な、まあ、法には書いてありません、避難計画は法にはありませんが、ルールとして基本的にはそういうことをやろうということって確認し合ってきてるわけですから、それをやらずに今日まで来て、この原発事故がもたらす大きな問題は知らしめないということですね。で、必要なそういう人たちも参加させないで一方的にやっていく、それだけ大きな事故だということです。簡単にこのテント村が撤去させられるようなことは、これは行政側の都合によってどういう判決が出るか分かりませんが、行政側を配慮した判決になったとすれば、それはやっぱりちょっとまずいですね。違う角度から皆さん国民として、事故がこの事故が起きて以来負担させられてますから、実際私たちが今避難している生活費、これは災害救助法のお金で家賃とかそういったものの負担をしています。東京電力出してませんからね。もちろん経済産業省も出してませんから、全部税金で家賃とかそういうのを事故発生以来賄われてきてるんですよ。皆さんが払ってるんです。除染費用もそうですけど、そういう費用負担をさせられている皆さんが声を上げれば、やっぱりこれは国は負けるでしょうね。だって事故災害救助法の中に、当初から原発事故になった場合に災害救助法で面倒見るというのはありませんから、こういうようなことをいっぱいやってきてますから、どうぞ皆さん自信を持ってですね、お前らもっと隠してんじゃないかと、あれもこれもあるじゃないかと、あれがあるはずだなって言うと役人って怖がるんですよ。あれって言わないんですよ。なんだって言われたらあれあれって言うんです。あれあるじゃないか、隠してるじゃないか。役人の攻め方はいっぱいあるんですよ。私は役所側にいた人間ですから分かるんですけど、一番困るのは皆さんが役人と対峙した時に、いやできませんとかですね、それは分かりませんって言ったら、その都度分からないってここに紙に書いて反抗してくれと、ね、あなたのサインであなたの直筆で書いて反抗してくれ、分からなくていいと、じゃあそれでいいんだと、それだけ聞けばいいんだ、だけどただ書いてはダメだから、ここの場で何時何分ここの場でこういうふうに話したってことを書いて反抗してくれ、できませんって言ったらできませんも書いて反抗してくれで、そして書いてもらったら今度できるとこ案内しろって言えばいいんですよ。いや、役人の殺し方はもっと簡単なんですよ。今お前さんが言ってる法律はどこに書いてあるんだ、言ってみなさい。あとあなたはなんか随分高飛車にこう言ってくるけども、公務員法って知ってんのって、公務員法の通りやってんのって言った途端に彼らは引きますよ。いやいやいや、ちゃんとあれしますからなんつって、まあそういうこともちょっとおまけの話ですが、私は今は要するにものすごい強い反省のもとに、まあ事故前もそうでしたけど、常に住民側の立場で、対応してきていました。今もそうです、これからもそうだと思います。不正は許せません、そんなことで頑張っております。私の裁判も11月19日第2回目の裁判になりますけども、前回も大勢の方が来られて、傍聴できなかった方に、この場をお借りしましてお詫び申し上げます。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では次第、次はですね、この間私も来てます、テント T シャツを作りまして、多くの皆さんに買っていただきまして、その純益金がかなりまとまりまして、これの贈呈式をテントプロジェクト、T シャツチームからやらせてほしいということなので、させていただきたいと思います。で、千上さん
あの贈呈式をやるからちょっと出てきていただけますか。それでちょっと時間的にあれなんでちょっとつなぎますが、先ほど会場でお願いしましたカンパの集計が参りました。61,866円、61,866円いただきました。ありがとうございました。では店頭プロジェクトの方から、店頭 T シャツの売り上げの贈呈式を行います。贈呈の前に、T シャツプロジェクトのまとめを数分間喋らせてください。喋っちゃっていいのかな。いいよ。ここにいる人全部仲間だと思って、名前出して喋っちゃっていいかな。名前を呼べた方がいいかな。じゃあ、イニシャルね。T シャツプロジェクトのそもそも、座っててですよ。始まりはですね、ちょうど半年前の3月後半に、この柄のシャツを高橋さんが着てもらったシャツを着た人が、このシャツをね、281さんっていうデザイナーの人なんだけど、この人に頼んでテントで作らせてもらって売らせてもらって、それで供託金の500万円の足しにお金稼ごうじゃないかって第一テントの S 君という人がね言い出し始めましてね、あ、それはいい考えだって、281さんに連絡を取ったら、もうぜひぜひやってください、私のデザイン使ってくださいって無償で提供しますということで、この2つのデザインをいただきました。次にオウさんという女性がですね、傘で有名な方ですけれども、誰に T シャツをどこに注文したらいいかっていうんで、タンポポ社の応募書の女性 S さんという方を紹介してくださいまして、この方が業者と交渉して安く最高のものを安く手に入れてくれる交渉係になってくれました。これで糸から国産という上等な T シャツという路線が決まりましてね、その次に、H さん、第2テントの H さんという方が、映画作る監督の方なんですけれども、この方がいい実績のチラシを作ってくれました。チラシ3万枚も印刷しちゃいました。まだ余ってます。それでですね、その次に N さんという第2テントの方が、このウェブサイトにコンピューターに詳しい人でウェブサイトを作ってくれました。で、それから I さん、E さんという第1テントの方がね、つまりウェブサイトがあってメールアドレスがあっても必ず電話で注文してくる人いるもんで、その電話取り扱いを一切合算引き受けてくれました。それから T さん、第2テントの責任者ですけど、 T さんがこう第2テントのメンバーを率いて販売をもっぱら引き受けてくれまして、半年間 T シャツばっかり売ってました。他のグッズではなくて本当に第2テントには助かりました。それから王さんというこの方がね、また行商の天才でして、いろんなものを売ってる方なんですけれども、この方もいろんな長年やってるんで方針提起もしてくれて、そういうふうに、進みました。それからあと第一テントの S さん、この方はね、組合まだ現役で働いてらっしゃる、自分の組合に持ってっては売ってくださったりして、会議とかにいろいろ持ってって外で売ってくれて、この方だけじゃないです、大勢の方がテント内の人もテント外の人もせっせっせっせと T シャツ持ってって外で自分 の、 参加する集会で売ってくれまして、本当助かりました。それからですね、あと B さん、第2テントの方ですが、これはこの方の通販が後になっても通販で売るのがだいぶ増えてきまして、日本中から注文が来るんです。この通販のメールのやり取りを一手に引き受けてくれまして、でもう日本、北海道から九州から本当に通らから裏々でこの T シャツを着てる人がいるんです。そういう、いろんなつながりができたこともお金だけじゃなくて成果でした。それからね、あとはね、大イベントの T さんはね、これね、ブレーキ係でして、私ブレーキ壊れてアクセルしかついてないような人間なんだもんですから、必ずきっちりブレーキをいつもかけてくれて、それやめなさい、それ止めなさいって言ってくれる、こういう人も必要だったんですね。それから第一テントの愛さんが、これ会計を全部引き受けてくれまして、もう最初の出資金がそもそも返ってこないんじゃないか、大赤字出してって心配してる人がいっぱいいましたが、出資金は全部返しましたし、経費も払いましたし、その上で利益金を出しまして、利益をこの100万円目録にして持ってまいりました。
右仮執行停止担保金500万円返済金の一部としてテント T シャツ売上金から贈呈します。テント T シャツプロジェクト一同経産省前テント広場様2015年9月18日ちょっと待って、あとごめんなさい、実は100万円の目録を渡してしまいましたが、口座にはまだ96万円しかございません。あと5万円、13万円に12、3万円売れれば100万円いきますので、よろしくお願いいたします。涙ぐましいお話とともに誠にありがとうございます。実は私はこのプロジェクトが言われた時にですね、私 T シャツ嫌いだもんですって一定の、否定的なことを私申し上げて、大変申し訳なかったと思いますけど、好き嫌いは仕方がないもんですからつい言ってしまったわけですけども、本当に皆さんの努力がですね、こういう形でもって実られて、しかもそれはただ単にお金ができたということではなくてですね、やっぱり多くの人たちと新しい私にしっかりしたつながりができたということについてですね、ご報告がありました。本当にありがとうございました。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。のバイトルの店頭販売というか今日は会場でも販売しておりますのでよろしくお願いいたします。式次第そろそろ整いまして、外の国会行動に参加のご予定の方もいらっしゃると思いますので、この辺で締めさせていただきます。おふざけに決まっている中で、集まっていただきましてありがとうございました。報告審査に予定終了の参加になります。ありがとうございました。